今日はちょっとね、有益なコメントというか、まあ、コメントに直接返事するのはメンバーシップに入っている方のみなんですけど、例えば、まあ、こうしてクソコメも多いんですけど、ためになるというか、まあ、本質をついたコメントもいくつかあるんですよね。で、最近ついたコメントに、あ、これ結構いいなと思ったんで、これを元ネタにして話そうかなと思うんですけど、例えば、まあ、まず先にこのお知らせというか、まあ、そのコメントね、なんですけど、この昔作られたギターはネックが反らないって考え方を改めた方がいい。まあ、それ当たり前って自分言ってるんですけど、いや、もう厳しくのやめますね。なんか、どんどんコメントしづらくなってくるだろうから、ちょっとそういうなんかもう余計なこと自分言わないようにしますけど、それで、あくまでネック反らない個体がヴィンテージで残ってるだけだからっていうのが、いや、まさにそうだなと思ってて、まあ、だから自分がよく言う勉強しれって言葉がまさにそうなんですけど、例えば皆さんの目に映ってるものがなんか真実だと思ってるっていうか、だからまあ言い方悪いけど浅いんですよね。例えばですけど、この特にリペアマンとかにも、あと楽器屋の人とかにも、とにかくね、知らなすぎっていうか、いわゆる状態がいいものしか知らないから、だからこそその都合がいいようになんか頭の思考が固まっちゃうっていうか、これ以外にももっと、なんつうの、氷山の一角って言葉があるじゃないですか。見えてるところはここだけなんだけど、そこの見えないところにはものすごくたくさんのものがあるみたいな。これ本当にそれが言えるんですよね。だからそうやって売ってるものは、一応は売れるような状態であるからこうやって売り物になってんだけど、もう売り物にならないレベルのものっていうのが過去にどんどん捨てられたりのが、なのか、とりあえずもう物が、なんつうの、破棄された、破棄されてってのが正しいんじゃないかな。残ってないんだから。だからいわゆるこの1本の他にも何百本とか何千本ってのものが、もういわゆる なんつうの、まあ、焼却処分じゃないけど、なんつうの、まあ、とにかくもうめんどくさいから捨てられたんじゃないかっていうとか、なんかそういう考え方に至らないのかなと思ってて、例えばまあまあこれも、なんつうの、1個の物事しか知らないからこうやって思考が固まったり騙されたりする人も多いんじゃないかなと思ってて、例えば自分っていろんな、自分のチャンネルって、例えばギター、バイク、健康、世の中を良くしたいとか、まあ昔は整備士のなんか学科とかもやってましたけど、まあ過去見たら出ますけど、やってるじゃないですか。例えば、いろんなことを学んでほしいんですよね。で、特に一番いいのが健康情報です。別にこれ自分がマウント取りたいとかじゃなくて、結構数字とか、実際この言われてることと、実際それをなんか直すためのと、これバンになるから詳しくは言えないんだけど、めちゃくちゃ矛盾してる情報が多いんですよね。こういうのって。だからそういうのを、じゃあ何が正しいのってのを、自分で探していく。で、自分で考える。で、データが出てます。で、データと実際この起こってることっていうのが結構矛盾してますってことは、じゃあこれ結果的に違うことなんじゃないって言ってる、みんなが言ってることは違うんじゃないみたいな風に当てはまったり、自分でなんかこう謎解きみたいなことができるんですよね。だから健康界隈を勉強するの結構おすすめします。で、結構自分の、なんていうの、まあ将来とか、まあ自分のこの健康状態を良くするためだから、結構なんていうの、メリットが大きいんですよね。だからそういうことに考えないといけなくて、例えば、じゃあ、こう、自分が、弦緩めた方がいいよとか、そんな、まあ、例えば、その、ネックの確認方法とかで、なんていうの、動画とか単語検索すれば出てきますけど、見てほしいんだけど、ほとんどのリペアマンとか楽器店とか、その販売の人たちってのは、緩めないでいいって言うんですよね。こういうのがまさにその典型なんですよね。だってこの人たちって、そのいわゆる残ってるもの、いわゆるもう売り物にならないレベルのものたちを触ってきてない、知らない、見てないからなんですよね。だからそのこと平気で言えるし、もしそれをもし言ってないんだったら、だってその都合が悪い情報出してないとか、自分も言ってるじゃないですか。だから結局、都合が悪い情報出さないんですよ。だからそれをなくす、じゃあなんでそれを、そんな世の中なってるんだとか、自分がおかしいんかとかって、クソコメ書いてくるやつがいるけど、いやそこがもう操られてるんですよ。だ商売として。もうこの環境ってのは、ダメな人向けにこの情報ってのが、こう、なんていうの、目線が合わされて出されてるから、だから基本的に知らない人、気がつかない人っていうのが大半なんですよ。だそんな人たちにこうして詳しい話を言ったところで、まずその層が違うんですよね。自分はこの勉強するまともな人たちの層に向かって喋ってるから、めちゃくちゃこのパイが少ないんですよね。で、大多数のいわゆるなんつうの客層っていうんですかね、いわゆる金になる人たちってのはもうめちゃくちゃなんかこの辺っていうか下の、まあ言い方悪いけど下のレベルというか、だからこっちにアプローチしないといけないから、商売としてこういうなんていうの、一部のまともな人にこうやって自分みたいに言うと商売はっきり言ったらならないんですよね。まあ言ったら金儲けのためっていうか、金儲けを考えたらこっちにやるよりこっちの人たちに向けて発信した方がいいっていうことになるんですけど、でそれね、
最近勉強してたらね、あ、まあ、例えば自分作業しながらいろんなことをこう耳で聞いたりとかするんですよ、 YouTube とかで。だからそう、医療関係とかもそうだけど、いわゆる自分でこうして何つうの、見ながらこうして勉強してるんじゃなくて、作業しながら聞きながらこういうなんか情報を得てたりとかするんだけど、なんか最近ね、この西野亮廣さんのこのなんこれラジオというかボイシーでやってるやつでいいやつがあったんで、これまあ勝手にやっていいか、勝手に紹介していいのか分かんないけど、すごいなんかこのためになるというか、言ってることが正しいなって思うのがあるんで、あ、別に上からじゃないですよ。だからそう、自分が言ったこととすごいなんかあったことがあるから、これちょっと紹介します。クリエイターがテレビから情報仕入れちゃダメですね。もうここはね、直ちにやめた方がいいと思う。テレビは本当に素晴らしいメディアだし、僕も大好きなんですけれども、一方でテレビっていうのは大衆メディアであって、つまり最も人口が多い層を相手にしたサービスですよね。お客さんをですね、消費者の方をですね、5つの層にこう分けてですね、なんか新しい商品とか新しいサービスがどのようにこう市場に普及していくのかをこう分析したですね、イノベーター理論っていうのがある、もうこれ古い話なんですけどね、イノベーター理論っていうのがあって、で、5パターンに分かれるんです。で、その内訳はですね、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード。もうこの5つなんですね。イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード。もうイノベーターって一番最初にもう情報を取得する人ですね。新しいことをする人。で、これは全体のですね、2%、2.5% か、しかいないんですよ。で、アーリーアダプター、もう情報感度の高い人。これが全体のですね、何パーセントだっけな。13.5%、まあ、そんなもん。で、アーリーマジョリティ。まあ、アーリーマジョリティ、この名前の通りですね。まあ、ちょっと早めのマジョリティ、大衆ですね。これが 34%。そして、レイトマジョリティ、遅い大衆。これが 34%。同じなんですよ。で、ラガードも、とにかく遅い人。これが 16%。ラガードって、スマホで例えると、最後までガラケー使ってた人いるじゃないですか。俺は買えないぞ、みたいな感じで。俺はガラケー一本なんだ、みたいな。スマホは使わない、みたいな。まあ結局そんなもの無理だったわけですけれども、が 16% みたいな感じで言うと、なんか そういう、こういう内訳なんですね。で、それぞれどこ狙うかって話なんですけども、テレビが相手にしているのは、このレイトマジョリティ 34% と、まあラガード、この辺ですね。この辺の 50% ぐらいも、とにかく遅い人。情報感度が低い人、アンテナ立ててない人。でもこれが一番でかいんで、層としては。ここ狙うんですね。つまりですね、テレビから仕入れた情報に関してはですね、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティは、もうそんなもん1000年前から知ってるんで、そんな情報。なので、それをベースに仕事を組み立てても売り物になんないんですね。いや、知ってるよって話なんで、みんな。で、テレビはどこまで行っても視聴者のものなんで、クリエイターの情報源ではないんですよ。なので、テレビっ子っていうのは結構だと思うんですよ。テレビ面白いし、僕も見るし面白いしね。ただ、テレビ以外の情報をあまり知らないっていうのは、クリエイターとしては、あまりよろしくないなっていうのは一点。で、ここからはですね。ってかな感じで、だこういうふうにあの世の中でできてるんで、例えば自分がこうして詳しい話を知って、で、それで、いや、そんなこと、だって他の人たちそんなこと言ってないじゃないか、だからこいつお前が間違ってんだみたいなことを書くクソコメがいるんだけど、いや、だからそれがそもそも、なんつうの、操られてる。あなたが洗脳されてるからそうなってるんですよっていうね。だそれがこういうなんか現実というか、そういう商売なんで、商売の渦に巻き込まれてるからそういう風な思考になるんだよっていう。だから別にあの自分信じてくださいお願いしますって言ってるわけじゃなくて、だから自分の情報を得た上で、じゃあ試してみて確認してみてって話なんですよね。だから例えばあのさっき言った通りで、あの医療関係の情報とかと、なそのさっき言ったじゃないですか、矛盾がすごい多いとか、言ってることと全然違うよっていうのが分かりやすい業界だよって言ってるじゃないですか。例えばこれ単語とかもいろいろめんどくさいから、バンだったりとかステルスバンだったりするから言えないんだけど、例えば今健康の話で言うと2人に1人がガーマルーになるんですね。じゃあそれって普通に考えたらおかしいじゃないですか。
じゃあそれ増えた理由って何なのとか、じゃあその原因を潰さないといけない。だから2人に1人ってことは 50% でしょ、はっきり言ったら自分がなる確率って。じゃあ自分がならないってことも普通に考えたら、だから 50% の確率になるってことはもうほぼなると考えて対策してないとおかしくないじゃないですか。だからおかしいから、だからそう考えたら、じゃあ自分他人事じゃないのってやるのと、あとそれでじゃあ自分の周りにいないから、いやその情報間違ってるっていうのか、だからその、まあ、その辺の人それぞれの行動は任せますけど、じゃあそういうのをなんていうの、こう自分の業界に照らし合わせていく。例えばじゃあトラスロット、あとそのゲームを張りっぱなしでいいのかって、まあ、世の中言われてるんだけど、じゃあなんでこんなに状態が悪いも楽器が多いのってんでおかしくないとか。だからなんそれちょっとこれなんちょっと今言葉としてなんか話がなんかちゃんとつながってるかな、今なんかいろんなこと言いすぎて今合ってるか分かんないけど、合ってるかつながってるかよく分かんなくなってるけど、2人に1人がトラスロット限界になると思いますだからそれが言いたかったんですよね。だから皆さんにその言われている情報ってのは一部の都合がいい人によって、でなおかつもう言い方悪いけど皆さんが勉強しないから、だから情弱が多くて、そのお客様の思考そのなんていうの、なんていうのレベルが低いから、だからその低いレベルに合わせて業界が物を売って、でそういうなんていうの分かりやすく簡単に情報なんていうのこっちの人たちに向けてそういう選別情報選別していってるから、だからむちゃくちゃ偏ってるんですよ。でなおかつでそれがじゃあどんどんつながってきますけど、ビジネスで例えば物を売ってそれが長持ちされたら金なんないから、壊してほしいんですよね。で買い替えさせてほしいんですよ、それをしかも自分の責任でね。でそれを何ですのなこの分かりにくくして、もうこういうもんですよって納得させる形で壊させて買い替えさせて、そのなんていうの循環をさせていけば儲かっていくわけじゃないですか、業界が。だそういう流れを作ってるんですよっていう。でそれもまあ言ったら今もうそれも被害者面するんじゃなくて、もうそういう自分みたいな存在がいやそれ違うよって言ってるから、そこに気がつかないそのあなたも悪いってことなんですよね。でなおかつそのこっちの層でいわゆる満足してる、これ楽器の層だけじゃないですからね、こういういわゆる政治とかもそうですからね。だからそういうのもあるから、なんつうの、世の中がこっちの層を中心に回ってることがそもそも良くないんですよね。だからどんどんこの国はダメになっていくんですよ。だからこっちの層が変わらないといけない。こっちの層がまるまるいわゆるレベルアップして上の層に向かって、なんつうの、大多数だから言うたらね。だからこっちの層がなんつうの、だからその変わっていけばめちゃくちゃ世の中良くなるんですよ。だから騙せなくなるからねって話でね。だから環境が悪いのはこっちの人たちのせいなんですよね、はっきり言ったら。だそこっちにアプローチしてたものが売れないから、だから結局じゃあ真面目にやってる人たちがこのなんていうの、あだってもう自分たち真面目やっても金なんねえじゃんって、で実際もう金に困ってきたじゃんって言って、だったらもうこいつらに騙して金取ろうかっていう風になってくるんですよ。だからそれが良くないんですよね。真面目な企業も悪い方向に行っちゃうから、だからそれもどんどん環境が悪くなってる原因がこっちの層ですよってはっきり言いたいんですよね。まあまあ、それなんかもうなんかギターの話なのか、なんかちょっとなんつうのかな、なんかどっちかというと世の中良くしたいみたいな話になってきたけど、まあそういう、むしろこっちの話が好きだったら世の中良くしたいシリーズ見ると面白いと思います。だからね、この出てくる情報、まあとにかくもう信用するかもあなたに任すけど、出てくる情報が本当にそうかどうかっていうのは、もうとにかく自分で確かめてください。わかんなかったら自分で物を触って確認して答え合わせしてみてください。で、じゃあもうさっきのこのコメントの話に戻りますけど、いわゆるもうとにかく状態が悪いものってのは、まあ、そもそも表っていうか、まあ、売りもしかしたらジャンク品とかで出てることもあるだろうけど、もうさすがにもうこんな古すぎるものっていうのは基本的に残ってませんから。で当然ながら、じゃあ本当にだそのだからこの結果っていうか、だから結果を見ろって話で、だからその張りっぱなしでいいんだよっていうんだって、じゃあいいんだったら、じゃあ世の中に状態が悪い楽器がほとんど存在しないはずだろって話で、だから矛盾してるじゃないですか。張りっぱなしでいいんだったら、だったら状態が悪い楽器なんてほとんど存在しねえだろって話で、いや逆じゃねえかっていう、めちゃくちゃいっぱい状態悪いじゃねえかとか、ほとんどの楽器触ったらトラストめっちゃ効いてるから余裕ほとんどねえじゃねえかとか、わかるじゃないですか、触れば。だからさ、例えばじゃあ自分でできないじゃないかとか言う人いると思うんだけど、いやじゃあ誰かに触らせ確認してみればとか、トラスロットで回してこうぐるぐるやるだけだから簡単じゃねえかとか、いや壊したらどうするの、いや壊れませんからとか、だそういうの情報出してるじゃないですか。だからそういうので情弱の差っていうか、まあ、言い方悪いけどそうなるんですよね。じゃあそれでだから自分今の自分から成長しなかったら、またこう、まあ、言い方悪いけどこういう騙される層にずっと い続けるから、ずっといわゆるなんか余計なことに金払い続ける、でそれに気がつかない、で、まあ、どんどん、まあ、言ったら金に困るというか、無駄なお金を払う人生になってきますよってことだけは、肝に銘じた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ次に、このコメントね。
参考になりました。語源ベースのローステッドメープル仕様を購入しようと考えたところです。仕事柄木材を使いますが、人工的に乾燥させた木材は耐久性や強度が格段に落ちます。湿度、温度湿度の変化にもかなり弱いと実感しています。助かりました。今一度考えを新たに吟味でやってるように、ちょっと漢字が読めないんだけど吟味だと思うんですけど、していこうと思いましたっていう話なんですけど、例えばですけど、木材って燃やしたこととかありますかね。実際自分あるんですよね。例えば子供の頃から別に自分放火魔とかそういうなんか趣味があるとかじゃなくて、例えばまあいたずらでもそうだけど、だってあれじゃないですか、昔って今はやんないのかな、小学校の時ってなんかブロックで壁囲んだり、なんか 木の枠作ってなんか芋とか焼きませんでしたっけ。まあもちろん毎日じゃなくて、なんかの子供会じゃないけど、なんかイベントの時とかにやりませんでしたっけ。なんかやっぱりその時の記憶と、あと自分バーナーとかも焼くからね、ギターをバーナーで焼いたりとかして、模様つけたり、模様っていうか木目焼いたりとかしてるんだけど、だからそういうところもね、これ経験がやっぱり物言うんじゃないかなって自分思ってた。こういう、なんだろう、ちょっとこの人の職業とか正直知らんけど、ただやっぱ自分が信じるか信じないかの、まず一つの目安として、自分でやったかどうか、だからまずそっちに関わってる人か、まずこっちなんですよね。例えばさっきの話に戻るけど、弦張りっぱなしでいい、いや自分の楽器反らなかったから弦張りっぱなしでいいんだよって言うけど、いやお前ごときのって言うんですね。はっきり言ったね、お前ごときの一例で何指図してんのみたいな、だから触ってる本数が全然違うんだから、あなたの意見がなんで通ると思ってんのって話で、しかも顔と名前も分かんないお前がなんでこのなんか正しいんだって主張できて、それがまた通ると思ってるのかって言ってお門違いというか、だったらまずだからフェアにしないと、だから自分の話を信じてもらうための土俵に立たないといけないんですよ。まあ言うたらこのコメントとかもそうなっちゃうけど、ただこの場合は自分がその体験とかがあるから、あとこの実績じゃない、自分で試したところあるから、まあ、そうじゃないかなっていうのがあるんだけど、まあ、この人も言ったらそのなんでそっちの土俵に登っていってほしいんだけど、いわゆる顔と名前出すのは言ったら当たり前なんですよね。自分の言葉を信じてもらうためにっていう、それしてないんだったらそもそもただのざれ言になってくるんですよね。まあ、そこは気がついてほしいんですけど、でとりあえず戻りますが、ですね、例えば焼いた木材とかって折りやすいの分かりますかね。まあ例えばですけど、まあ、割り箸とかは簡単に折れちゃうからちょっと判断難しいかもしれないけど、試しに、なんかガスコンロって言えばいいの、この料理とかですか、パッチンって。だから料理しないから、火が出るところで IH とか、IH はあれか、電気だから、まあコンロだよね。コンロで火が出るじゃないですか。もし確認できると思う人やってみてほしいんだけど、割り箸とかを、なんか火で炙って焦がしてみて、こうやって折ってみてほしいんですよね。簡単に折れると思うんですよね。なんかガサガサなって、なんつうの、粉って言ったら大げさだけど、なんかそのニュアンスに近いんじゃないって自分思ってて、ローステッドって。だ例えばですけど、それもメンバーシップで自分話しましたけど、ローステッドって、本当にいいものかなって自分疑問なんですよね。例えば、ローステッドって、安いギター、2万円とか3万円のギターとかにも使われ始めてるわけじゃないですか。だったら別にローステッド自体にお金かかってないというか価値はないと思ってて、で例えばなんでその安いところに降りてきたのかっていうと、高いところのその高いブランドに使われる、いわゆるなんだろう、お金が金額が高い楽器に使う必要がなくなって処分したんじゃないかと自分考えるんですよ。まあそれ内部は知りませんよ、あくまで予想と言っておきますけど、でそれが安いところに大量に降りてきたから安いものにも使えるようになったんじゃないと思ってて、でその理由ってのは何なのかっていうと、まあ良くないからってことじゃないって思うんですよね。本当に良かったら高いものに、まあ、まず標準採用されてると思ってて、でしかもたくさんね、でも実際そうじゃないじゃないですか。まあ、どっちかっていうとまだ少数派じゃないですか。でも安いものに大量に使われ始めてるってなんかおかしくないっていうか、なんか矛盾してないと思うんですよね。本当にいいものだったら高いブランドというか高い高額なギターとかにも標準で使われるはずなのに逆になってるんですよね。まあ、最初はそうなんですよ。最初は高い楽器に使われ始めて、自分ナムショーで言ったか分かるけど、2018年から急にその多数 そのメーカーたちが急に採用し始めてめちゃくちゃ増えたんだけど、それからなんかちょっとなんつうの途絶えたというか、なんか今度減り始めたというか、だからなんか良くないってことに気がついたんじゃないかなって思うんですよね。だからそのローステッドになんか自信があるんだったら、そのローステッドやってるとこ見せてくんないかなって自分思うんですよね。だから企業秘密もあるんだろうけど、なんでこれ見せないのかなっていうのが自分それが疑問なんですよ。だから見られたら困るような都合が悪いことをしてるからじゃないとか、だからなんちゃってローステッドみたいな。一応ローステッドってちゃんとこの中まで火が通って色も中まで変わってんだけど、そのやり方が見る人が見れば、いやこれ良くないんじゃないとか、いやこれそんな意味ないんじゃないみたいな風にバレちゃうから、
だからその辺をやっぱり 見せない理由ってなんかあんのかなみたいな。だからなんかそういうのもあってね、本当になんかよく知ってます、自信がありますって言うんだったら、なんでこれを見せないのかなって、自分はすごいそこに疑問を感じます。で、実際、ローセットしてるもので、まあ、それもね、だからデータ出せっていうバカがいるんだけど、だったら、動画、この YouTube 動画じゃなくて、ブログとか読んで、自分で検索して、その記事をたくさん見て、その統計っていうか、いっぱい数あるから、それを見て、なんか自分が言ってることと答え合わせしてください。お願いします。自分でやってくださいね。って話なんですけど、そういうのが、ローステッドのものはね、なんかこのロッドが余裕ないとか、なんならすげえ反ってるパターンも結構多いから、まずローステッドだから反らないってことはまずありえないし、状態が安定するっていうのもまずありえないんじゃないかな、自分は考えます。で、まあそういうのも、やっぱ時間が経っていけば、だってローステッドも言うたら、こんだけ本数が出てきたのもまだ新しいから、言うたらまだまだ、なんていうの、情報が、こう時間が経ってないから、まだデータが少ない段階かもしれないけど、ただそれでも結構多い方ですよ、うちでもね。ローステッドのネックの、なんだ、トラブルがなんか結構ね、あるから。だからこそ、それがもっと時間が経てば経つほど、こうやってどんどん去る機会が増えてくるからデータが集まってきますけど、ちょっとこれはさすがに、うん、自分の場合、あくまで自分の意見としては、買うのやめた方がいいんじゃないかなって思います。だからもう少し時間が経ってから、まだまだこうなんか情報っていうんですかね、確認しながら買うか決めた方がいいんじゃないかなって自分は思います。じゃあ自分だったら買わないです。ちょっといろいろ危なそうだなって思うんでって話でした。だからそんなのもあるからね、一応このあくまでこのコメントで話をする場合にしては、まあ、正しいんじゃないかなって自分は考えます、自分の経験としてねっていうお話でした。じゃあそんな感じで、とにかくね、だからそのコメントとかも見てみた方がいいですよね。まあ一応クソコメントとかは削除してたりとか、なんか書いてることが意味わかんないやつは削除してますんで、うちのコメントは基本的に少ないかもしれないけど、基本的には読みやすいというか、読めるものしか残してませんので、時間の無駄にはならないかなと思います。だからなんか何でもかんでもコメント載せてる人とかも結構いるんですけど、ちょっとあれさすがにいいものが埋もれすぎてて、それをそれで他の人たちもなんかもったいないというか、やっぱりいらないコメントは消していくってことしてた方がいいんじゃないかって自分思うんですけどね。だから余計なコメントが多すぎて、自分がこう読みたいことっていうのが見つけづらいっていうか、なんなら見つからないことがあるから、それもそれで YouTube やってる人たちはその余計なコメント削除することをお勧めしますっていうお話でした。今回このコメント2件だけですけど、まあとにかくね、何の誰から情報を得るかとか、やっぱりその何を見るかっていうのは本当にすごい重要で、だからもう最後に言いますけど、有名な人たちが言ってることは正しいとは限りませんよってこと、まあ大体真逆ですよってことは、だから他の、だからそれ、だから結構一緒なんですよ。他のところで、ここしか知らないからあなたは視野が狭いんですよ。他のことを勉強したりしたら、もう言ってることがもうむちゃくちゃ矛盾してるやつばっかなんですよ。特に表に立ってるやつというか、有名なやつって。だからね、大多数は間違ってるっていうか、多数決で言うんだったら、まず多数決がそもそも間違ってるから、大体少数決なんですよね。だから少ない意見の人たちの方が正しいこと言ってもらったら、数値が低いとね、YouTube で言うんだったら、再生数が全然回ってないやつが、質がいい動画出してたりとかするから、この界隈というか、このコンテンツもね。だからね、なんつうのかね、数って、すごくいい洗脳だなって思うんですよね。このいわゆる数字ね。例えばここに再生数、例えば自分の再生数なんてたかが知れてるから、多分よくて数千の再生数しかないけど、これが例えば10万とか20万再生が回ってたら、多分この自分が言ってることの説得力って全然変わってくると思うんですよね。ただでもその数字ってこれ本当に見られてるのかとか、だから疑った方がいいっすよ。だからこんな数字も言ったら金で買えますからね。まあそれのやり方はちょっと分かんないけど、まあそういうされるとされ買えるとされているそうです。まあそれは闇の部分ですけど、フォロワーというかチャンネル登録数も買えるそうです。まあそれはもう詳しくは分かりませんけどと言っておきますけど、まあそんな世界なんですよ。だからあなたが見る情報ってのも、一部の人たちが都合がいいのに操られてるかもしんないよって話で、まあ言ったらこっちもそういう風に言ってるかもしんないから、疑ってみてください。で、その疑うってのは自分で確認して行動して確認すること。だから情報ってのは聞くだけじゃ無駄だよってことだけ言っておきます。情報ってのは自分で確認して答え合わせして初めて価値が生まれるっていうのが情報だよってお話でした。じゃあご清聴ありがとうございました。